マジか。マジっす。契約取り付けたのか。取り付けちゃいました。中島ミートだろ。はい。契約額いくらだよ。3年で5億です。はあ、すげえじゃん。おめでとう。ありがとうございます。ああ、でもこれも先輩のおかげですよ。俺の新入りの頃から面倒見てくれたじゃないですか。もうこいつ。いやー、おめでとう、本当に。ありがとうございます。お、頑張れ。はい、じゃあ先に失礼します。あ、頑張ってこいよ。はい、失礼します。あ、くそ。お電話ありがとうございます。若い目積みます。あなたの未来を明るくします。調子に乗った後輩がいるんだ、なんとかしてくれ。はい、お任せください。ねえ、どうして私じゃないの？何度も言わせるな。今度の役のイメージが君とは全然違う。それだけのことだ。で、あの女が主役。冗談じゃないわよ。あんなしょんべん臭い小娘に私の代わりが務まるわけないわ。これはもう決まったことだ。ちょっと、私のことしてるの？あんな小娘のどこがいいのよ。おい、君にはまた他の作品で働いてもらうよ。これから記者発表なんだ、失礼するよ。ちょっと、許せない。お電話ありがとうございます。若い目積みます。あなたの未来を明るくします。潰してほしい小娘がいるんだけど。はい、お任せください。頼んだわよ。ほんと、私たちの仕事は不景気知らずですよね。だろ、世の中性根の腐ったやつなんていくらでもいるからな。先輩、お客様の悪口言っていいんですか？さあ、仕事しようか。はい、とりあえず今入ってるのは営業マンと女優さんからですね。そうだな。で、ターゲットは同じ営業部の後輩とデビューを控えた新人女優です。よし、作戦出るぞ。はい、まず営業マンの方なんですけど。早っ。お前、もう思いついたのか。はい、ターゲットが取ってきた取引先の会社、肉を扱ってるんですけど、どうもまずいことしてそうなんですよね。まずいこと？なんだ。賞味期限の改ざん。あと、これはまだ裏取れてないんですけど、産地の偽装もやってそうな。ですから、マスコミと役所に情報をリークするんです。うん、そうすると？そうすると、世間の怒りがこの会社に向けられます。そんな会社の契約を取ってきてしまったんですから、ターゲットにとってはダメージですよね。なるほど、手柄がそのまま失点になるんだ。はい、よし、それでいこう。はい。それにしてもお前、よくそんなことしてたな。依頼を受けたら周辺の情報を集める、当然のことですよ。おお、そうだよな。新人女優の方ですけど。そっちはな、俺もな、情報あるぞ。どうなのですか？彼女は今年23歳で、特技は水泳とジャズダンス。さすが先輩。いや、で、え、攻め方は？それはお前でしょ。これから考えるんだよ。そうです。はよ。飼ってる犬をとっても可愛がってるんですよ。こっから攻めましょう。そんな情報どっから？ブログです。あ、ターゲットのブログか。いえ、その妹のブログですね。妹？はい。お姉ちゃんは飼っている犬と仲良しで、彼がいなくなると生きていけないって書き込まれてます。そんなとこまでチェックしてるんだ。情報はとことん書き集めろ。これも先輩が教えてくれたことですよ。おう、そうだった。ですから、この犬をさらっちゃいましょう。そうするターゲットも仕事どころじゃなくなるでしょう。甘い！え？そんな甘いことでどうする？だからお前はダメなんだよ。じゃあどうするんですか？ぶっ殺せ。え？犬なんてぶっ殺しまって、一生立ち直りの気じゃねえじゃねえかよ。そこまでしなくたって十分ダメージ与えられますよ。お前はな、確かに優秀かもしれない、でもな、惜しむなくは爪が甘いな。そんなことじゃ一生俺は壊られんぞ。先輩、なんでそんなに怒ってるんですか？別に怒ってるわけじゃねえよ。え？じゃあ焦ってるんですか？うるさい。お前の新潟のお父さんな、倒れたそうだぞ。ああ、若い目積みますマニュアル第6条、地方から出てきたものは地元に追い返せですね。そう。去年から両親をこっちに呼んで一緒に暮らしてるんですよ。何？
お前にはついていけないってみんな言ってるぞ。それは第一条、まず職場での孤立を図れですね。基本中の基本。でも先輩と私の二人だけですから孤立のしようがないですよ。お前の彼氏が知らねえ女と歩いてたぞ。出た、第三条、恋人は最大の攻めどころですね。これは聞いた。彼とはもうとっくに終わっちゃってるんですよ。え、何、お前彼氏と別れちゃったの？つまんないことで喧嘩しちゃって。手の内を完全に読まれてる。先輩、いきなりどうしたんですか？情報も古いのばっかだし。もしかして私を連れ取ろうとしたんですか？お前なんかな、まだまだ負けんからな。ありがとうございます。え、だって嬉しいんだもん。何が？先輩が私を認めてくれたから。俺がお前を認めた？取るに足らないやつなら放っておいてもいいわけじゃないですか。若い目つまないとってことはそいつを認めた何よりの証拠なんですよ。そうなるか。だからありがとうございます。おい、頭上げろよ。そんなんじゃねえよ。認めたとかそんなんじゃねえ。俺は少年の腐って弱っちい人間なんだ。どうしてですか？俺はな、おめえが怖くなったんだよ。俺なんかよりずっと手際もいいし的確なところを攻めていくし、いつ追い抜かれるのかって不安で。嫌だな、先輩を追い抜こうだなんて考えたこともないですよ。本当か？はい、だって今の私があるのは全て先輩のおかげだもん。すまん、許してくれ。嫌だな、頭上げてくださいよ。こういう仕事をしていると信じられなくなっちゃうんですかね。いや、お前のことは信じるよな。これからもさ、一緒に仕事していこう。そのことなんですけど。な、どうした？私この仕事辞めようかと。なんで？お前ほど優秀な助手はいないのに。さっきのことだろ、謝るからさ。違いますよ、先輩が大きすぎるから。え？先輩は若い目つましたら世界一です。でも先輩がいる限り私は永遠にナンバーツーなんですよ。だから先輩とは違う道で私もナンバーワンになりたくて。そうか、わがまま言ってすいません。いや、それで次はどんな仕事するんだ？やっぱり先輩から教わったことが活かせるような仕事がいいなって思ってて。仕事を頼みたいんですけど。ご利用ありがとうございます。若い目つみます。あなたの未来を明るくしろ。そっちじゃなくてこちらの方に。お、お客様第一号じゃんか。おめでとう。よろしくお願いします。ご利用ありがとうございます。目の上の株取り去ります。あなたの未来を明るくします。目の上の株、目障りな先輩がいるんです。僕の成長が怖いらしくて陰でいろんな妨害仕掛けてくるんですよ。はい、そんなやつは私と潰しちゃいましょう。お願いします。